Hi, how are you? I'm Dr. Lee, Pronunciation Director at Dr. English. はい、どうも皆さん、こんにちは。Dr. English 発音ディレクターの Dr. Lee です。今回お話しするのはですね、この自動音声認識の、信頼性ですね。はい。まあ、ここ、写真あるのがその Google 翻訳のやつなんですけども、よくその動画のコメントとかでですね、発音チェックするときに、その Google 翻訳など、あとは Siri とかですね、そういったもので、ちゃんとこう自分の発音が認識されるかどうかっていうのをこう、一つ、チェックのポイントにしてるっていう人が多いと思うんですけども、果たしてその自動音声認識っていうのがどれぐらいのこう信頼度があるのかっていうのをちょっと、今回、実際に検証してみたいなと思います。そういった動画です。はい。それではですね、まずはその自動音声認識についてなんですけども、主要な自動音声認識 API っていう、なんのこっちゃいと思うと思うんですけども、この API っていうのは何でしょう？オープンソースって言って、その機能自体が公開されててですね、で、例えば自分がなんかこう、ね、アプリを作りたいなっていう時に、例えばその Google のその API っていうその音声認識の機能をそのままこう持ってきて組み込んで使うっていうことができるんですね。で、ほとんどのアプリって多分その Google か Apple か Amazon のその音声認識のプログラムっていうのをこう使ってるものだと思うんですよね。で、今世界で主要な音声認識 API っていうと、Google 翻訳とか、OK Google って言ってこう検索するやつとかですね。あとは Apple の Siri ですね。Apple だったら Siri とかの音声認識。あとは Amazon も独自で持っててですね。Alexa とかがそうですね。が、Amazon の、音声認識ですね。まあ、主になんか巷のアプリってこのどれかを使ってると思うので、まあこのあたりでですね、しっかり音声認識されれば、それはまあ、他のアプリでもやっぱり同じことだと思います。はい。それでですね、まず今回の検証内容なんですけども、まず単語単位で唐突に単語をバッと発音しても聞き取ってもらえるかどうかっていうことですね。あとは、文章になっても大丈夫かどうかっていうのと、あとはその、リンキングとかを絡めて、ダラダラダラと全部つなげちゃっても、ちゃんとこう一個一個の単語がピックアップされてるかっていうところ。あとは省略も聞き取ってもらえるかっていうところですね。省略っていうと、例えば、I'm going to なんちゃかんちゃらっていう、発音が I'm gonna とかこういう風になるわけじゃないですか、それもちゃんと I'm going to として聞き取ってもらえるかどうかみたいなところですね。はい、そういった、検証内容でやっていきたいと思います。はい、それではですね、まずちょっと単語からやっていきたいんですけども、私のちょっと携帯でですね、今回使うのがこれですね、Google 翻訳、はい、これの、アプリでちょっとやっていきたいと思います。設定はですね、はい。こういうふうにやるのか。うん。英語と日本語ですね。で、英語でこう、この、マイクをタップしてっていう感じでちょっとやっていきます。まず、こちらから、work からですね。はい。work。はい、出ましたね。で、これを例えばカタカナで言ってみるとどうなるか。 Walk。 これ歩くの方になりましたね。カタカナで言うと Walk の方で聞き取ってますね。で、今度 Walk 行きますね。はい。 Walk。なってます、ウォークに。はい、その次、今度ウェイクの過去形ですね、ウォーク。これいきなり唐突にこんなこと言って聞き取ってもらえるのかどうかっていう。はい、いきます。ウォーク。ルックになってますね。全然違いますね。こういうのは結構難しいと思うんですよね。ルック、ルック、ルッキングライクアスナックとか、なんかうん、ごちゃごちゃで出てきました。はい、その次いきます。はい、right、 light、 right。 はい、ちなみにこれとこれって発音全く同じなんですよね。で、そういった時ってどういう風に聞き取ってもらえるかっていう。はい、 right。
来ましたね。はい。で今度は light 軽いっていう方ですね。light。はい。これも聞き取ってもらいましたね。で今度は書くの方の write です。これ W が入ってるから初め W の口にしなきゃいけないって思ってる人が結構多いと思うんですけども、全くの同一の発音なので、はい、write こっちも write 一緒ですね。だから多分 write って発音してもこっちが出てくると思うんですよね。write はいですよね。で、例えばこっち出したければ、例えば多分フレーズで言わないとこっちにならないんですよね。例えば write down っていうと、こっちになりますよね。あ、なんか余計なものが入った。はい、なるんですよね。はい、なのでなんかある程度意味が通ってないと多分ね聞き取ってもらえないと思います。で今度は word っていうのと word っていうのと world、 これいきます。これは多分ね全部いけると思うんですよね。 word はい、いきましたね。でその次 word、 はい、何々区とかね、新宿 word とかね、はい、何々区っていうやつですね。で world、 world、いけますね。ワールドになってますね。はい。で、今度はややこしいやつですね。これいきます。literal、literally、literacy。はい、これいきます。literal。お、言ってます？はい、言ってますね。はい、その次、literally。That's literally true とか。This literally。言ってますね。literally ですね。はい。で、その次。literacy。literacy。はい。言ってますね。literacy。はい。リテラシーですね。はい。こんな感じで。まあ、単語、ざーっと発音してみたんですけども、はい。なんか、例えば、woke とか、唐突になんていうか、過去形になってもなんか意味がよくわからないので、うん、なんか全然違う単語に、はい、変換されたりとかしてましたね。あとは right、 right、 これ同じ、発音なのでこっちを発音しようと思ってもこっちが出てきますね。でも write down っていうとこの write と down の組み合わせはないから down が入ると write down こっちだろうという予測でこっちが、検出されたっていうことですね。はい、なのでその意味の通らない言葉、例えば write、 この write に down をつけたやつで write down って発音しても出てこないということですね。はい、そしたらですね、今度はフレーズで言ってみたいと思います。結構ややこしいやつ組み込んでみました。walk to work、これ行きます。まあ、歩く仕事で、通勤歩いていくっていうことですね。I walk to work。はい、どうですか？出ましたね。で、I'm working on walking。今、ウォーキング頑張ってるっていうやつですね。 I'm working on walking。 行きましたね。そのまんま出てますね。はい、これこういう風によく当ててやってるんですけども意味あるんですかね、これね。Turn right at the first light。 今度は right と light の違いちゃんと聞き取ってもらえるかというポイントですね。Turn right at the first light。 OK 出てますね。はい、最初の信号で右折します。はい、で I'll be arriving within an hour。 ここ例えば I'll be arriving めちゃめちゃ省略して発音します。でその場合でもちゃんとこの will のニュアンスが聞き取ってもらえてるかどうかっていうのと、あとは within an hour ってこういう風にガラダラダラってつなげてこう発音してみますけども、これ一個一個ちゃんと聞き取ってもらえてるかっていうポイントですね。 I'll be arriving within an hour。 ほっ、どうですかね。
出てますね。1時間以内に到着します。はい。で、I'm going to grab some coffee っていうのを、これをちょっとリダクションかけて、I'm gonna grab some coffee。これでいきます。I'm going to っていうの、I'm gonna。これぐらいで発音してみます。その時でも I'm going to ってちゃんと出てくるかどうかっていうところですね。I'm gonna grab some coffee。ほ。見えます?見えますって言ったらなんかその後出てきますね。でも、はい。言ってましたね。はい。大丈夫ですね。はい。I'm gonna って言っても I'm going to でちゃんと出てきてました。はい。最後なんかどうですかね。言ったところでなんかね、ピックアップしてなんかそれがユニバーシティみたいに変換されてますけども、こんな感じ。はい。はい。まあフレーズの場合はそうですね。これ例えばその省略、I'm gonna発音してもちゃんと聞き取ってもらえる。あとはもう、母音とかの違いとかもちゃんと、まあそれは当然ですよね。はい。うん。なのでそのフレーズ自体がなんていうかちゃんとこう使われているフレーズであればその通りにやっぱり聞き取ってくれるということですね。はい。これを例えばめちゃくちゃデタラメにカタカナ発音で発音するとどうなるかっていうところなんですけども、例えば I walk to work の場合だと I walk to work みたいな感じですよね。 I walk to workん?ピンと合ってない?うん、なんかちゃんと検出されないです。I walk to work。 うん、なんか、うまく出てこないですね。 I'm working on walking ですね。はい。 I'm working on walking。 お、どうですかね。なんて出てきたかな。I'm walking on walking。 はい、どっちも walk walk になってましたね。はい、どっちも歩く歩くみたいに検出されてますね。はい、ちょっとバグってるような文章が出てきました。私は何も取らないで歩いていますって日本語に直されました。ウォーカーウォーカーで見たウォーキングを歩いています。なんじゃそれ。で、これとかでも多分ぐちゃぐちゃになると思うんですよね。日本語発音、カタカナ発音でやるとTurn light at the first light。 うん、はい、なんだ、フィオッサライトをオフにした後ライターをオンにしますっていう意味合い のやつが出てきましたね。なんのこっちゃいなみたいな。はい、まあやっぱりある程度こう英語らしい発音で発音した方がやっぱり当然聞き取ってもらえますよねっていうことが、はい、分かりました。だから使うしっかり使われているフレーズというのは、結構その省略したりして発音してもちゃんとその通りに聞き取ってくれるということですね。はい、だから検証結果こんな感じです。単語単位でも、まあ、聞き取ってもらえるかどうかなんですけども、その過去形とか機能語とかそれだけでは意味不明な単語の、まあ、検知はこう難しいわけですね。一体なんかそれで言っても何を調べたいのかがその意図がわからないってなるとなんか別の想像が多分働くんだと思います、この中で。はい。あとはですね、文章でも大丈夫か、リンキングとか省略しても大丈夫かっていうのは、もう大丈夫でしたね。実際に使われてるフレーズであれば、ほぼ 100% 聞き取ってもらえるっていうことが分かりました。はい。で、その、本来の英語の発音と、ほど遠い、カタカナっぽい発音でやると、もう全然違う風な、感じになってしまうっていう、はい、ことも検証されました。はい。まあ、こんな感じでですね、簡単にちょっとやってみたんですけども、まあ、検証の結果の、をまとめるとですね、今回 Google の API を使用しました。 Google 翻訳ですね、それを使ってやりました。で、発音が通じる通じないの目安にして大丈夫な精度、まあ、95% ぐらいだと思います。なので結構信頼度は高いと思います。なのでそこを一つこうチェックポイントにしてもいいんじゃないかなと思います。ただし意味が通じるものに限るですね、例えばright と down の組み合わせってそんな言葉ないのにそれをこう認識させようとしたら当然出てこないということですね。そもそもちゃんと使われている言葉かどうかっていうのはもう大前提になってくるっていうことです。はい、
そんな感じで、今回は音声、音声認識、これがどれぐらいの精度なのかっていうのをちょっと検証してみたっていう動画でした。はい、それではまた、次回の動画もお楽しみに。 See you next time. Bye bye. Dr. English。 英語の声を作る発声トレーニングにより、スピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール、発音コース、ドクター D 認定の英語発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン、動画コース、ドクター D イングリッシュの公式テキストを動画で学べる自習用のプログラム、詳細は概要欄にて。